リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。いやですね、ちょっと、おかしいことを言っている気がするんですけれども、ちょっとそのおかしなことを言ってそうだから、動画を回してみております。で、何かというとですね、ずっとピアノのタラランっていう音が聞こえるんですよ。しかもちょっと高めの、タラララランタラララン、タラララランっていう軽快な、すごい気持ち悪い感じじゃないんですけれども、綺麗な音色のピアノの音が今ずっと鳴ってるんです、私の中で。ただ、耳鳴りなのかなっていうか、なんか幻聴なのかなというのが今ありまして、動画を回しています。ちょっと扇風機消そうか。あっちの扇風機も消そうか。これで OK かな。ちょっと、喋らず静かにしますね。私には鳴ってるように聞こえるんだよな。幻聴か？幻聴なのかこれは。でもすごい今不思議な感じで、すごい全然嫌な音じゃないんですよね、音楽的にも。心地の良い、ちょっと高めのタラララン。今もうタラララン、タラララン、タラララン、タラララン。トゥルルンみたいな感じで、なんですよ。不思議なこと言ってるね。なんなんでしょう。今動画見てる方は聞こえてないですよね。しかもね、遠くからじゃないんですよ。結構、お隣さんくらいな感じの、ピアノの音なんですよね。気のせいかな。ちょっと、まあ、怖くてっていう言い方あれですけど、うん、まあ、気持ちがよろしくなくて、っていうところですね。っていうのと、今、こう、パッと見て気がついたのが、私、あっち向きに飾った記憶ないんだよな。ちょっと動画で映しますね、そっち。よいしょ。はい。これ、ブラマジガール。なんでそっち向いてるんだろう。そっち向いて飾るわけないんだよ、私。こうやって飾るはずなんだよね。この状態で。不思議だ。私の中で、今までの経験上でのお話なんですけど、あり得るとしたら二つなんです。一つはですね、私一度ちょっと精神的に、やっておりまして、まあ、うつ病みたいなことですね。で、その時に幻聴が聞こえるようになって、すごい怒鳴る上司の方がいたんですけれども、その怒鳴る上司の声が家でも聞こえたり、怒鳴ってないのに会社、全然怒鳴ってない時に会社で、何々さん怒鳴ってるよねみたいな話をしたら、怒鳴ってないよって言われたりとか、っていう経験があったのが一つ。で、もう一つがですね、最近はほぼほぼないんですけど、そういうことを、そういうこととかそういう場所に行かないんで、心霊スポットとかにね、行ってた時代に、私、くっついてくるというか、連れてきちゃうらしくって、連れてきて、いたことがあってですね、連れてくると同じ夢を見るんですよ。で、金縛りのようなものとかね、になったり。で、その同じ夢っていうのも、すごいちょっと悲しい感じの夢って、なんて言ったらいいんですかね。自殺をするとか、交通事故に遭うとか、あとは沖縄のひめゆりの塔に行ったことがあって、修学旅行ですね、あれは、高校の時の。の時に、
ひめゆりの塔でですね、連れて帰ってきたっぽくって、その時は、なんかね、多分防空壕。私の夢の中では洞窟みたいなとこにいて、洞窟から出られなくて、で、なんか、真っ暗闇なんだけど、ちょっと上の方に、こうなんか光が差すところがあって、あそこから出られるんじゃないか、みたいな感じで、出ようとするんだけど、こう、なんだろう、上に行こうとすると、なんだろう、岩が流れてきて、全然上に行けなくて、で、こう、なんか足元がね、ぐちゃっていう音がして、で、見ると、その、なんだろう、友達みたいな人、女の子なんだけど、が、なんだろう、血を流して倒れてたりとかっていう夢だったのね。だから、多分、ひめゆりの塔の時にも、連れて帰ってきたんじゃないかって。まあ、それはあの、全然、写真残ってて、あの、ひめゆりの塔の近くでね、撮った写真で、しかもあの、修学旅行の時に、何カメラマンついてきて、写真撮ってくれたりしてたんですよね、学校で。そのカメラマンさんが撮った写真に思いっきり写ってて、私が写ってる写真が白いもやがわーってついてるっていう状態で、うん、だからなんか連れて帰ってきたんじゃないかなってその時は思ったのがあったりとか。なんかね、まあ、合計3回ぐらいそういうことがあって、同じ夢を見るっていうのが。一個は心霊スポットに行って、あの橋の上、なんかその橋から飛び降りて自殺する人がいるだのなんだのっていうような、その心霊スポットというか自殺の名所というかみたいなところに行って、その時にあの橋から飛び降りる夢を毎日見るようになるっていうのもあって、その時にも連れて帰ってきてるんだよね。でもう一個は交通事故に遭う夢だね。あれもね、どっかの心霊スポットだったんです。でもどこだったかちょっと覚えてないんだよね。で、私、実家夕張なんですけど、夕張にもそういう心霊スポットとかも多くて、そういうとこに行ってね、ちょっと連れて帰ってきてしまうこともあったから、多分そういう体質というか、そういう人間、なんか、霊に好かれるって言い方あれだけど、霊が寄りやすいのかもねって私の中ではまあ思ってて、まあ変に優しい部分とかはあるのかなと思うから、多分そういうところなんじゃないかなというところですね。ただ最近心霊スポットなんて行ってないのよ、私。行くのやめてるから、連れて帰ってくる可能性があるって分かってるから行ってないんだけど、たまたま行ったところがとかなのかな。いや、すごい不思議な話をしてるとは思うんですけれども、で、信じていただけないと思うんですよね。私そういう経験が結構あって、人に言っても信じてもらえないし、そういうのが奇跡的というか、なんというか、ちょっと偶然というかっていう話っていうのをしても、なんだろう、スピリチュアル的な部分の話をしても信じてもらえないことの方が多くて、こいつ何言ってんだろうって、私の中ではそういうことなんじゃないかなって、こうスピリチュアルな感じで思ってしまうんですけれども、もうなかなか信じてもらえないんですよね。それが今です、本当に。なんかずっとピアノがポロ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 聞こえるんだな。で、今日だけじゃないんですよ、最近ずっとなんですよね、2週間ぐらい続いてるわ。気持ち悪いなーと思いながらも、どっかでピアノ弾いてんだべなーと思ってたんですよ。で、曲もね、違うのよ、ちょこちょこ。同じ曲ではなくてですね、なんか。でも何の曲なのかわかんない。で、しかも、練習してる感じの音なんですよね。何なんだろうな。今日は、BGM なしで、動画の記録として残しておきます。もし、ね、何、音が入ってたりとか、そういうのがあれば、この動画に入ってくるはずだから、多分。っていうので今撮っております。後で見返して入ってたら、あれだな、って感じだけど、もし入ってたり変な音してるよってなったら言ってください。もしかしたらもう見てないかもしれないですけどね、動画をね。い
やー、なんだろうな。不思議だな。新スポも行ってないんだよ。連れて帰ってくるの分かってるから。ほんとに、それ帰りやすいから。いやー、なんなんでしょう。わかりません。っていう記録の動画でございました。ちょっと不思議なこと言ってると思うんですけど、もしこの動画を見て何か気になるところがあったりとか、あれば、コメント欄にください。よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどですね、よろしくお願いいたします。よかったら次回の動画も見てください。あと、この動画以外にもね、たくさん上げておりますので、よかったらそちらの動画を見ていただけますと幸いです。ということで以上、リンドでした。次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンドでした。バイバーイ。